野村古道流行作家の死勇電話だよと社会部長の千草十次郎が怒鳴ると「お今行くぞどうせ市内通報員だろういやそんなものじゃない早坂勇さんとはっきりおなざしだ」 ゲップの洋服屋にしては少し時刻が遅いね無駄を言いながらストーブのそばを離れた早坂勇部長の回転椅子の肘掛けに腰を下ろすように新聞社の編集局にだけ許されている無作法な様子で千草十次郎の手から受話器を手繰り寄せました僕は早坂用事は何です何何 小説家の小栗ケイザブローが自殺したいつ今晩本当か君は誰だ何そんなことはどうでもいいってよくはないよ。何立派な特種だから手柄にしろっていうのかい。そいつはありがたいが君の名がわからないと困るなあ,あ。あちょっと待った切っちゃいけない切っちゃあ,あとうとう切りやがった。

おかしいな自動電話のようだったぜそうかねその上子供の声だったろ不思議だね何がおかしいんだ兄貴社会部長と平記者の隔たりも友達同士を階級づけするには足りません千草十次郎と足の勇はこう俺お前関係で話す間柄だったのですこれがまた、 新聞社の面白い空気でもありますそうじゃないか小栗啓三郎は有名な金持ちで立派に電話を持っているはずだその自殺を誰だかは知らないがこの夜更けに往来の電話で新聞社に知らせるのは不思議じゃないかふんそれにもう一つ知っての通り僕と小栗は大学時代からの友達で かなり親しいつもりなんだその小栗に変わったことがあれば僕に知らされるのが順当じゃないかそうかもしれないがとにかくこいつは大徳種だねだぜしないの最初の段から入れたらどうだ足の勇は気が気じゃありませんそれはわかってるが俺はどうも腑に落ちないことがあるんだ勇すまないが電話をかけてみてくれどこへ 大栗の家さ、俺はその間に表題だけでも書いて工場へ回しておくなるほどそのことだむは玄関に電話にかかりました新聞社の編集局独特の深夜の緊張が辺りを支配して電話のベルの音ザラガミの原稿紙に鉛筆の走る音構成の読み合わせの声などがようやく活気づいてきた工場の雑音を背景に 一種異様なリズムを醸し出しておりますもしもしそちらは小栗さんですねこちらは関東新報ですがねご主人がどうかなすったそうじゃありませんか詳しいことはいりません締め切りの時間ですからとにかく一応確かめて改めてまた詳しいことを聞かせていただきたいんですえ何ですってどうもしない 離れに寝ていらっしゃるほ本当ですかそれはイサムその電話を貸せ切るなああもしもし僕ですわかりますか関東新報の千草十字郎実は今小栗君が自殺をしたという電話が来たんですあなたはじーあさんの江藤さんですねおかしいなあ確かに 夕方離れに引き取ったきりですが仕事があると言ってね明かりがついていますかついてる死ねば一番先にあなたが死ぬわけですねおかしいなしかしいたずらにしちゃこの夜中に少し念入りだ小栗くんの部屋を見てやってくれませんか電話はこのままにして待っていましょう 千草十次郎の顔には恐ろしい疑惑が雲のごとく往来しました小説家小栗慶三郎自殺すと書いた見出しだけの原稿と工場から最後の原稿を催促に来た職長の顔を眺めながら年寄りの江藤が玄関脇の自分の部屋から離れへ行って帰ってくるまでの時間を考えておりました勇む これれはどうかかししたら事件かもしれないよ。ご苦労だがかしり行ってみてはくれまいかおらい。イ足のムはその上の注意は聞いていませんでした千草十二郎の話を半分は後ろ耳に聞いてオーバーを引っかかえたままさっと廊下へ足で種を取るから足のムといわれているくらいの男で用事がありさえすれば 夜中だろうが朝だろうがつむじのように飛び出すのがこの男の心情だったのですとって27になったばかり某大学を3年前に出て足で種を取ると言っても決して昔の探訪記者と一緒に見たわけではありません芦野勇が渋谷の郊外の小栗慶三郎の家へ着いたのはそれから30分の後でした 家の中は深夜ながら大変な騒ぎ名刺を通してさっき電話をかけた関東新報の記者ですがというと老人の江藤が出てきてすぐ応接間へ通してくれましたあれからの出来事を手っ取り早く言えば主人の小栗慶三郎はやっぱり離れの書斎の中で死んでいたのです どうして新聞社の方へ先に分かったのでしょういくら報道機敏でも家の者が知らずにいるのに密閉した離れで主人が死んでいるのを新聞社が先に嗅ぎつけるというのはありえないことです子どもの声で自動電話からかけてきたんですそれにしてもおかしいなとにかく離れを見せてくださいまだ警官は来ていないでしょう ええ、つい10分ばかり前にかかりつけのお医者様がおいでくだすっていろいろ手当てをしてくださいましたが亡くなってから1時間以上たつそうでどうしてもいけませんつい今しがた警察へ電話をかけたところですが警官がお見えになるまでは遠いところですからまだ5分や10分はかかりましょう。 顔なじみの江藤老人は転倒したうちにもこんなことを言って足の勇を離れへ案内してくれました死んだ小栗慶三郎は一体変わった生活様式が好きな男で近頃は夫人の奈美子と別れて女優上がりの作家で立花秀子という有名な美人と親しくしているという話でしたかなり広い家の中には 爺野の江藤老人夫妻と初生の椿と女中が2人いつも外でばかり暮らすような男ですからこれだけの奉公人は大した仕事もなく命名の内職をしながら給料をもらっているありさでした小栗自身は家にいる時は大抵離れの書斎で書き物や考え事のある時はベルを鳴らさなければ一歩も入ってはいけないことにされております。 寝室は母屋の2階ですがこの新しい贅沢な離れがよほど気に入ったものと見えて現行の忙しい時などは長いすの上で一晩過ごすことも珍しくはありませんグリのこんな習慣は江藤老人からも聞きましたが一面識のある芦野勇もおぼろげながら知らないではありません内廊下が尽きると離れの入り口で家子の応答が どんなことをして打ち破ったものか、めちゃくちゃに叩き壊され、中には急いでやってきたらしい和服着流し姿の中年の医者が、係官の来るのを待つこともなく、少し職業的な冷たさを装って、小栗慶三郎の死体を守っております。旦那様がご存知の新聞の方でございます。江藤老人に紹介されて、 たは目を交わしましま佐伯という内科の博士で町医者ながら界わいで鳴らした人ですはうの小栗さんが自殺をしたという誰がかけたかわからない電話を受けて驚いて飛んできたんですが本当に自殺したのでしょうかさあはっきりしたことは解剖しなければ分かりませんが。 自殺とでも思わなければ説明のしようがありません。とおっしゃるといずれもう警察医の方が来るでしょうから立ち会いで見た上発表しますが密閉された部屋で人が死んでいてそれが炭酸ガス中毒か生酸中毒の兆候を表しているとしたら 自殺と言っても差し支えはあるまいとは思いますこの部屋はご覧の通り電熱があるだけでガスも石油も使いませんから炭酸ガス中毒とは思われないのです佐伯博士は立って安楽椅子の上に楽くとかけた形になっている小栗啓三郎の死体の顔からハンケチを取ってみせました小太りの小栗啓三郎の顔は 全く生きている時のままで美しい血色までが少しの変わりもありませんこの美しい血色が問題です炭酸ガス中毒か生酸中毒でなければ2時間以上もたった死体がこんな色をしているはずがありません2時間以上そうです小栗さんは 十一時前に亡くなっていたのです。それに口のあたりに猛烈な破壊性の臭いが残っております。これは小栗さんはかなり大量の精酸を飲んだ証拠です。なるほど。足の伊佐ムは負に落ちないことばかりですが、専門家がこれだけ確言するのですから疑問を挟む余地もありません。 部屋の中は、は少ししも取りり乱した様子はありません。窓はことごとく締め切って内側から差し込みで止めた上厚い窓掛けを念入りに引いてありますしチークの大テーブルの上もペルシャ模様の絨毯の上も日本語とフランス語の本がいっぱいに取り散らばしてありますがそれも一種のリズムと人格のある散らかしようで。 決して主人公以外のもののかき乱したものではありません。テーブルの引き出しはたった一つ空いておりますが、中には大した重要なものがなく、これも取り乱した様子を見出すほどではありません。卓上のスタンドは消したままで、天井から降りたカッティングのシャンデリアが、書斎というよりはむしろ客間というにふさわしく、華やかに四方を照らしております。 その中に桜の黄本箱が1つ電気蓄音機のかなり贅沢なのとレコードキャビネットが1つ書き物テーブルのほかにちゃぶ台が1つとベッド兼用になりそうな長椅子が1つ安楽椅子が2つ小椅子が2つその安楽椅子の1つの上に主人公の小栗慶三郎は何の苦悩の跡もなく 乱水して眠ったた人ののように死んでいたのでいす茶ぶ台の上には卓上ライターを兼ねた灰皿が1つだけそのそばに行儀よくパイプが置いてありますが主人の小栗以外にタバコを吸った形跡もなく部屋の隅の三角棚にはウイスキーのセットとベルモットの瓶が置いてありますがこれも飲んだ様子はありません。入り口は 廊下に面したと、江藤と椿が二人がかりで打ち破ったとの他にもう一つ直接庭の方へ開くとがありますがこれも厳重に鍵をかけてあります鍵は二つともテーブルの鍵や何かと一緒に小栗慶三郎の死体の直旗の隠しに入っておりますこの鍵は一つきりじゃないんでしょう足のいむは こう言いながら、江藤老人を振り返りました。一つだけしかありません。旦那様はご存知の通りのご気性で、黙って書斎へ入るのは大変お嫌いで、鍵はご自分で持っていらっしゃるのだけしかございません。用事があると外からノックして開けていただくようにしておりました。多さつらしい疑いは。 これで全部消えてしまいまいししたしかし芦野勇には相変わらず腑に落ちないものがありますそのうち所轄署から係の警部が警察医と一緒にやってきました午前1時芦野勇は市内の最終盤へ間に合うように編集局で首を長くして待っているはずの千草十次郎へ。 電話をかけなければなりません。小説家小栗慶三郎の死は、浴帳の関東新報の毒種になりました。一流の花形作家で、ラブハンターとして有名だった小栗の死は、近頃関散で苦しんだ新聞の社会部を賑わしたことは、言うまでもありません。死んでから早坂勇へかかった電話は、相当重要に見られ、 党の早坂勇は一応関門を受けましたが、多分ん、気癖の多かった小栗慶三郎が、死ぬ前から計画して、どこかの子供に電話をかけさせたのだろうということに決定しました。実際、そう考えるよりほかに解釈の下しようがなかったのです。小栗慶三郎の死んだ推定時間は、10時から10時30分までの間で、 関東新報へ電話のかかったのは11時半早坂勇が小栗邸へ駆けつけたのは12時この時間は5分とも間違いありませんそれに生産のような臭いの強い猛毒を黙って飲まされるはずもなくもしまたウイスキーや水の中へ入れて飲まされたとしたらそこに生産臭いコップとか何とかが残っていなければなりません 部屋は文字通り内から密閉されていたのですから毒を飲んだ後でコップを持ち去ることなどは到底考えられなかったのですもっとも自殺にしても生酸を入れたコップとか瓶とかがないのはおかしいとも言うことができますこの問題はかなり係かかり感を悩ませましたが結局切手の裏へ塗った生酸をなめてさえ死んだ例があるくらいだから多分 なんか気の付かないものに塗るかどうかして持っていたのだろうといったあやふやなことで片付けられてしまいました解剖の結果かなり多量の生産が死体の口虫と胃の中から検出されましたがそれにしたところで自殺説をひっくり返すほどの結果にはなりません別居している婦人の奈美子と昆威な立花秀子も一応は取り調べられましたが どちらも上等すぎるほどのアリバイを持っているために告発することなどは思いもよらなかったのです里方に引き取られたナミコは薄情な夫小栗慶三郎を恨み抜いておりましたし家もそんなに遠くはありませんが何分ひどいヒステリーでその晩は特に発作が猛烈だったので年取った母親が一刻も目を離さなかったと証言しております 立花秀子の方はこれも渋谷の終点近い有名なアパートで隣室にいる女流詩人の金江咲子と十時過ぎまでお茶を飲んで無駄っ放しをしてそれから自分の部屋へ帰って締め切りに追っ立てられている原稿を書いて十二時近くなってからお隣の金江女子とお休みを交換してベッドに入ったというのです。 二人の笑い声は廊下まで聞こえておりましたし立花咲子がそれからずーっと原稿を書いていたらしいことはのぼせ症で冬も半分は窓を開けておくので鍵の手になった建物の向こう側からもよく見えておりましたそのほか分断的にも敵のない小栗慶三郎の書斎へ煙のごとく潜入して生産を口の中へ押し込むものがあろうとは思われません 色々いろいろ不都合なことがあるにもかかわらず小栗恵三郎は自殺して果てたと警察も世間も信じきってしまうのも無理のないことでした大きい遺産は別居しているといってもまだ離婚の手続きを踏んでいない夫人のなみこのところへ転げ込むでしょうその中でたった一人 小栗経三郎の自殺説を信じないものがありましたそれは関東新報の社会部長千草十次郎で小栗と友人関係でその性格やら人生観やらをよく知っていたせいもあるでしょうが一つは新聞記者の本能で何かしら腑に落ちないところのあるのを隠そうともしませんでした勇君はどう思う 何を小栗啓三郎の一件だよ君はあの発表を少しも疑わずに信ずることができるかとうとうたまりかねて足芦野むにちょっかいを出したのはそれからまた5日目でしたどういうと俺はどうしても小栗を自殺だとは思わないよあれはきっと人に殺されたんだどういうわけだ兄貴 少し詳しく話してくれ俺も腑に落ちないことがあるが口へ出してはっきり言うほど考えがまとまってないご同様だがね勇第一小栗は有名な楽天家で野心家で自殺などする男じゃないその上金もふんだんにあるし一流の作家だし死ななければならぬ理由がどこにあるんだない それから生産中毒で死んだというのに生産の瓶もコップもなかったというじゃないかその通りだそれが一番不思議だまだあるよ自殺を予告するという話は聞いたことがあるが自殺してから新聞社へ電話をかけさせるというのは例のないことだ死んだのは遅くとも11時で電話を受けたのは 版の最初の締め切り間近だったからどうしても11時半だもう一つ小栗が死ぬ前に人に頼んでおいて死んでから電話をかけさせることがありえるとしても君を名指して呼んだのはどういうわけだ僕が取り次ぐと子供の声で「早坂勇さんに電話口へ出てください」とはっきり言ったよ 君は一二度会っただけで小栗をよく知っていないと思うが僕は学生時代からの友達だ小栗は自分の死を関東新報の特兼にさせるつもりで誰かに頼んで電話をかけさせたにしても呼び出すのは早坂勇なる君ではなくてこの千草十次郎でなければならぬはずだね勇そうじゃないかうまい兄貴ご明察だ 関東新報の社会部を背負って立つほどのことはあるおだてちゃいけないそこまで分かっているならなぜ恐れながらとやらかさないんだ警視庁の花房一郎は君の友人じゃないか話したよ花房へええー、したら何と言った一応理屈はあるが所轄署の意見を覆すほどの証拠がない 警視庁から手を入れるためにはもう少し動きの取れぬ証拠でもなければというんだつまらない遠慮だねで僕は警察の手を借りずにもう少し突っ込んで探してみたいと思うんだ一つは友人の恨みを晴らすために一つは素晴らしい徳種を一つ取るために素敵だね 伊佐ブ、人肌を脱いでくれるか。やろう。ぜひ人約交わしてくれ。よし、それで話が決まった。合わせるものがある。ちょっと応接間へ行ってくれ。薄暗い応接間には、十歳後の少年が一人、借りてきた猫の子のように隅っこの方に立っておりました。 今朝の新聞を見てきたというのは君だね。と千草少し職業的ですが人をそらさぬ調子で話しかけると、ええ、少年はおどおどした調子で千草十次郎と芦野勇を2人の巨人のように見上げました少しも怖がることはない知ってるだけのことをみんな話してくれさえすれば。 は少年を促して向かい合って椅子を引き寄せました詳しく話ししらてごらん。あの今朝売り物の新聞を読むと小栗という人の遺産のことを書いたあとにあの晩頼まれて新聞社へ電話をかけた人が名乗って出たら「お礼をやる」とはありましたが本当でしょうか 本当とも。さあ、金はこの通り用意してある。何でも洗いざらいみんな話してくれ。君はあの晩電話をかけた本人かい。千草は紙入れから紙幣を何枚か抜き出して、少年の前へ置きました。あれから電話局へ何遍か問い合わせましたが、渋谷駅前の自動電話から関東新報の編集局へかけたことだけは分かりましたが、 それ以上はどうしてもわからなかったのでとうとう今日の朝刊に広告を出す段取りになったことはそばで黙って聞いている早坂勇も大体知っております兄貴はいよいよ本気だなそう思うとひとつほどの汚い少年の前にいる芦野勇もなんとなく武者震いらしいものを感じるのでしたそうです 僕なんですあの晩は寒い晩で新聞の売れが悪かったんで11時半ごろまでかかってようやくカゴを開けて帰ろうとすると女の人が僕を呼び止めたんです女芦野ムの声が大きくなると少年は少し呼びえたように口をつぐみましたがそれからどうしたんだ 十次郎はさりげなく次の言葉を引き出しながら足の芦野ムの軽率な態度に一別をくれましたええ女でした若い綺麗な女の人でした和服か洋服か和服ですきつね色の毛皮の襟巻きで終始顔を半分隠すようにしていました十次郎と勇は 顔を見合わせました。和服で毛皮の襟巻きというと、どうやら別れた婦人のなみ、この匂いがします。橘秀子はよそを一点張りで和服というものを着た。例がなく、それがまた自慢の1つでもあったのです。毛皮の襟巻きで顔を隠しているのに、どうして若いとか綺麗ということがわかったんだ。と千草十字郎。 僕に電話をかけさしている時横のガラス窓の外から見ていましたがその時何かのはずみでえりまきが外れたんですどんな顔をしていた目の大きい眉の濃いそれでもきれいでしたよしよし大抵分かったで電話を何とかけたか知ってるだろうよく知っています 関東新報の編集へかけて早坂勇という方を呼び出して小説家の小栗慶三郎が自殺した「徳ねだからあなたの手柄にするように」と言いつけられたんです少年はだいぶん大分応接間の空気に慣れてどうやらこうやらこれだけのことを報告しましたそれで結構さあお礼の100円だ。 受け取ってくれでもう一つ二つ聞くが電話のあとでその女の人からお礼をもらったろうねええ百円札が一枚それから着物の柄を覚えているかよく知っていますどんな着物だ黒いピカピカしたコートでした草履か下駄か靴です よし、もうたくさんだ。千草十次郎にこう言われるとお礼の紙幣をひっつかむように少年は応接間を飛び出しましたやっぱり奈美子夫人だと芦野勇むいやそう簡単にはいかんぞどうしてあの顔や様子は奈美子夫人そっくりじゃないか奈美子夫人が離れへ忍び込んで うたたねをしている夫の口へ生産を垂らし込んで鍵をかけて飛び出して渋谷の駅前で有観売りの少年にここへ電話をかけさしたとしたらどうだ足の芦野ムは日頃にもない雄弁にまくしたてますいや奈美子夫人は夫を殺したあとで何のために電話をかける必要があるんだしかも 一二度しか会ったことのない君にだよ。それに十四や15の少年があんなにはっきり女の顔を記憶しているのもおかしいし11時過ぎの往来であった人間の着ていたコートや履物まで記憶しているのは少し変じゃないかね何より今どき昔の女学生じゃあるまいし和服に靴を履いている女というのが奇抜だよ。 そういえばそうだがその時漫然と見ていてもあとで事件が大きくなったんで淡い記憶がはっきり焼き付けられたんじゃないかさあ2二人は黙りこくって考え込みましたもう一度あの勇敢売りの少年に会ってみよう住所は分かってるねと芦野勇書き留めてあるよ それじゃ、追っかけて行って今度は奈美子夫人と橘秀子を一緒に訪ねて首実験をさせようじゃないかそれもよかろう2二人は自動車を飛ばして勇敢売り少年の住所を探しましたが千草十次郎に教えて行った青山御殿のその番地は大きい邸宅ばかりで勇敢売りなどをやる少年の住んでいそうな場所ではありません しまったあの時警視庁の花草一郎君にでもそう言って本職を聞かせるんだったと言ったところで追っつきませんあれはみんなでたらめか容易ならぬ相手だ勇人奮発する気はないか大いにやろう僕は奈美子夫人の方を探ってみるから。 君は橘秀子の方へ接近してみたらどうだ。僕は小栗の関係で奈美子夫人は表面からよく知っているが立花秀子は女優時代の関係で君の方が好意だろうそういえばそうだ立花秀子はあれでも職業婦人だから昼は大いて愛の友者にいるだろう行こうよ勇2人が。 有名な愛の友社へ行ったのは昼を少し過ぎていました昼食を済ませた連中は大抵出かけた後ですが愛の友社に席を置く立花秀子は隅っこの椅子でお茶をすすっておりました「立花さんしばらく」とさりげなく千草十次郎ああ千草さん綾坂さんもご一緒。 このおいでは嫌なことでしたねええ全く嫌になってしまいましたわオングリーさんが自殺したからって私まで引き合いに出さなくてもいいでしょう。私とおングと何の関係があるものですか全く災難でしたねまあ過ぎたことだ諦めが肝心ですよところで立花さん今日はつきあっていただけませんか うう読まれてあげてもいいわだけど何にも食べられはしませんよまだ胸がいっぱいでしょうあらちぐさ,さんそんなことを言っちゃいやねえ早坂さん僕の腹なら空っぽですよまあなんてまぬけな調子でしょうだけど私は早坂さんのその木一本なところが好きよ 花秀子はそう言いながら2人の中へ席を移しました薄いお白い濃い口紅お公家様のような濃い太い眉の下に深い瞳が媚びを含んで頬から首へかけての曲線などは何とも言えない魅惑です黒以外の色を忘れてしまったといったような洋服華奢な足を重ねると体が不安定になって 柔らかい肘がゆらりゆらりと足のいさむに触れます。立花さん、いさむの野郎が近頃こゆわづらいをしているんです。あら、古風ね。相手は？言ようか、イサム。よせやい兄貴。足のイサムはすっかり赤くなってしまいました。 決まり悪がる柄かよ勇。イザムとちぐさ。かわいそうにすっかり憂鬱になっていらっしゃるじゃありませんかイザムが恋わずらいをしたんだから年代着物ですよこの間からすっかりオンチメンタルになっているからどうしたのかって聞くと何ですそのオンチメンタルっていうのはセンチメンタルみたいなものですが 勇むのは少しバカげているからオンチメンタルでまあ尋問に及ぶと白状しましたよなんてあんたに会いたいってあら立花秀子さんに会いたいなんて身の程を知らない野郎でしょう駆け出しの新聞記者のくせにそんなことないわ ねえ早坂さんもっともこれでも文学史なんで学問よりはラグビーの方が出来が良かったがそんなに三下でもありませんまあ時々呼んでかわいがってやってください当人は中世紀のナイトのような気でいるんですから8分の足しになりますよあら本当なの早坂さん嬉しいわね 私は世間からあばずれのように思われているけれどこれでも小娘のように純潔よお友達になりましょうねねね美しい花秀子は手袋を取った滑らかな両手を芦野の勇の七つ下がりのズボンの上にかけてこう揺すぶり加減に照れ切っている勇の顔をのぞき上げました弱ったなあ。 弱ることなんかないわあなたはもう私の兄よ誰が何と言っても驚いたな足の芦野ムは全く面食らってしまいました天下に聞こえた美人で妻女でしかも大戸島の妖艶な女からこんな調子で話しかけられようとはよきもしなかったのですじゃあ僕は失敬する。 うどっちの意味にも取れるような言葉を残して千草十次郎はさっと立ち上がりました待ってくれ、兄貴約束ががう。千草十次郎はそう言って午後の街の火の中へ飛び出しました。 後に残った芦野勇と立花秀子は隅っこの椅子に2羽の小鳥のように寄り添って照れくさく顔を見合わせておりましたそれからまた10日ばかりたちました芦野勇はすっかり立花秀子のアパートに入り浸ってろくにシへも出ないようになってしまいました 初めは千草十次郎に言い含められて小栗慶三郎の死因を探るために入り込んだはずでしたがいつの間にやら秀子のとり出しと美食に捕らえられてしまったのでした秀子は何とか世間からうわさされておりますが男性にとっては全く魅力そのものでした趣味が精錬されて 性格はかなり知識的で作家としても一風を打ち立てておりましたがそれよりもすばらしいのはこの女の持っている肉体の価値です勇さんあなたは私を探偵するつもりだったんでしょうなんておバカさんでしょう私が小栗を殺したとでも思ってハッ高笑いを転がされると 足の勇の持っていた疑いなどは煙のように吹き飛ばされてしまいます私はあなたが好きだったの本当よ嘘なもんですか女優時代にちょいちょいお目にかかったでしょうあなたの頑固な無骨な新米記者ぶりがとてもよかったわ白状すると あなたが大学にいてラグビーの選手をやってる頃から好きだったのよ。ずいぶん執念深いでしょう。おぐりなんか冗談でしょう。あんな嫌な男ってなかったわ。私大嫌い。そんなことも言いました。玉虫色の傘にこされてくる言いようのない美しい光の中に、秀子は足のいさむと並んで。 長い椅子の上へ深々と座っているのでしたのぼせうの秀子も近頃は窓を閉めてカーテンを引いてばかりおりますお隣の部屋のかなえさ咲子はさすがに当てられ気味で時々大きい音をさせたり気取ったせきなどをしますが秀子は西洋人のように美しい肩をゆすって微笑をするだけでしたしかし この交際も長くは続きませんでしたある晩訪ねて行ったイサムは秀子の化粧テーブルの引き出しの中から生産の空き瓶と大きい西洋鍵を見つけてしまったのですイサムは本能的にこの二品を取り上げるとぎょっとあたりを眺めました幸い誰もいません 手早くズボンの中の隠しにねじ込んで酔っぱらったように。ふらふらと立ち上がると。ずいぶん変ね。お隣のかなえさんよ。あんなに親しくしていたのに、近頃は私と口もきかないわ。焼いてるんだわ。そう言いながら、顔を笑ったばかりの健康な顔をした。秀子が入ってきました。あら！ どうかなすったの勇さん変な顔色よどうもしないどこかへお出かけちょっと社へ行ってくるあんまり休むからいいじゃありませんかクビになったらそれまでよそうも言っちゃいられないイサムは渋谷の往来へ鉄砲玉のように飛び出してしまいました 行く先は言うまでもなく小栗慶三郎の死んだ家まだ未亡人の奈美子は入らず江藤老人夫婦が留守をしているだけですから見せてもらうにも手数がかかりません江藤さんちょっと離れを見せてください少し調べたいことがあるんだが早坂さんでしたがどうぞ何のわだかまりもありません

いや、何足のムがどんなに青かったことでしょうその晩遅くいつものように長いすの上に並んでかけたムは恐ろしい疑惑にらえられながらも切り出しかねてワクワクしておりましたどうなすったの悪い顔色よ。秀子は、 若いつる草のような腕を伸べて勇の首に絡みつこうとしました真珠色のスタンドからさす光はこのシーンをすっかり劇的に照らしておりますひで子さんもう僕はこうしちゃいられない今晩こそ何もかも言ってしまいましょうどうしたのまあ大変な興奮よあなたは。 僕にはこんな生活をいつまでも続けちゃいられないわけがあるんだ秀子さんこれを見てくださいあっ秀子が驚いて飛びのきましたイサムがズボンの隠しからつかみ出してちゃぶ台の上へ置いたのは黒いラベルを貼った生産の瓶と銀色の光に西洋鍵が一つ。 これはどうしたんんです秀子さんそればかりじゃない僕はこの鍵が小栗の離れの戸にピタリと合うのを見定めて帰ってくるとこのアパートの入り口であなたがあの新聞売りとか言った少年と話しているのを見たんです秀子さんこうなってはもう何もかもおしまいださあ秀子さん何とか言ってください 弁解があるならせめて、僕はその弁解でもいいから聞きたいイサムは秀子の傲んな腕をつかんで母親に物をねだる子のように打ち振りました秀子はそうされながらも小娘のようにシクシクと泣いていたのですあの勝ち気な秀子が「いさん何もかもおしまいね」 私はもう隠しもとうもしないそのピンと鍵はいったいどこから手に入れなすったのこの化粧テーブルの引き出しからああやっぱりあの女だあの女というといさんオグリを殺したのは私よ確かに私にそういないわだけどこれには訳があるわ あのオグリとかいうやつはそりゃ悪人よ私の昔の過ちを知っていてそれを世の中に発表しそうにして脅かしていたんだわ世間では私とあの男と関係があったように言うけれどそれは真っ赤な嘘よえみんなオグリの細工だわそして私の名誉をめちゃめちゃにして 自分の思う通りにしようとしたんだわだけどたった一度私はあの男にキスを許したわあの晩えそうするより他に仕方がなかったんだわごらんなさいなこんな具合に 秀子はその熱を帯びた美しい唇を持ってきて勇の唇を追いました物悲しい目をいっぱいに見開いてプーンと女の口から破綻凶のにおい「小栗は夢中になってカプセルに入った生産を私の口から吸い取ってしまっただけのことよ」。 だけど勇さんにはこのカプセルはやらないわあ秀ひで子さんそれを飲んじゃそれをさようならあっという間もありませんでしたひで子はそのまま長いすにもたれて倒れてひくひくと恐ろしいけいれんが全身を走ります 橘秀子は小栗に脅迫されて危うく低層を奪われそうになった時ふと手に入れた生産を二重のカプセルに入れてその上を厳重に密封したのを切符にことよせて口移しにしてしまったのでした人を毒殺する者は必ず自分のためにも一服は用意すると言われております橘秀子ももう一つ用意していたカプセルを含んで 自分から伊沢の腕の中に死んでしまいました。離れの鍵は小鶏が密かに作って日高に与えたもの。瓶と一緒にその晩のうちに捨てるはずのをさすがに慌ててはたさなかったのです。その後刑事につけられていることを知って持ち出して捨てることもならず、アパートのものを気に隠しておいたのですが、隣室のか金江咲子が。 勇と秀子の猛烈な恋に業を煮えしてオールドミスの岡焼き半分にその2品を取り出してイサムの発見するような場所へそっと移したのでした秀子は全く勇を慕っておりました少年を買収して電話をかけさせたのはイサムに手柄をさせるとともに自分の留飲を下げるためいわば 犯罪者の小さい虚栄心だったのです。何もかも段落がついてしまったから、千草十二郎は足のムをとっちめる勇気もありませんでした。それほど勇は、しょげかえっていたのです。千草十二郎が勇敢売り少年の話を聞いて、犯人は立花秀子ではないかと気がついたのは、少年が、 電話を頼んだ女の顔やみなりをあまりによく知っていたのに疑いを起こしたところへ、履物はと聞かれたとき、靴と答えたのでいっぺんに悟ってしまいました。女が洋服で靴を履いているのが記憶にあったために、少年は不注意の間にこう言ってしまったのだと気がついたのです。少年の言った忍草やみなりがナミコによく似ていたのは。 聞く方の疑心暗鬼で、別に巧みのあったわけではありません。これは、立花秀子がそれほど悪人ではなかったという証拠に言い添えておきます。